橋の下のの下滝後ろの橋はマンハッタン橋であるニューヨークシティウォーターホールズはパブリックアート基金と協力したアーティストのオラファー、エリアソンによるパブリックアートプロジェクトでニューヨーク市のイースト川沿いに配置した4つの人工滝から構成される。最も有名なものはローアーマンハッタンのブルックリン橋のものであった。1550万ドルの費用を費やし、 クリストとジャンヌ・クロードによるセントラルパークのザゲッツ以来最も高価なパブリックアートプロジェクトとなった。滝は公式に2008年6月26日から流れ始め2008年10月13日までの間午前7時から午後10時まで流れていた。また日が暮れた後はイルミネーションが設置されていた。4つの滝のために選ばれた場所は マンハッタンの35号埠頭、ブルックリン区、ダンボのブルックリン橋の下、ブルックリンの4号埠頭と5号埠頭の間、ガバナーズ島であった。サウスストリートシーポートから見たブルックリン橋の下の滝35号埠頭の滝4つの足場を組む作業は2008年3月中旬に始められた。ガバナーズ島の海岸においては建設チームが食い打ち機を使用し足場を固定した。 この方法は自動車や地下鉄用トンネルの振動など様々な理由により他の場所では実施されなかった。完成時の足場は合計6万4000平方フィートで270トンにもなる。エリアソンは足場自体は周囲の都市環境に馴染むようデザインされたが、あえて隠そうとしなかったと語った。彼は人々にこれは自然現象であり、 文化的なものであると分かってほしいと説明している。建設には二人の環境コンサルタントを含む108人のそれぞれ違った仕事の人々を動員した。このインスタレーションは環境に配慮して設計された。その例として効率的なエネルギーの LED、再生可能エネルギーから購入されたエネルギー、滝に上る流れに水生生物が入らないようにするフィルターなどがある。 プロジェクトが終わった時、資材は将来のプロジェクトで再利用可能となるよう計画されていた。この1500万ドルを超えるプロジェクトは、市からの資金提供はなく、完全に民間の組織、ビジネス、寄贈者によって資金調達された。ブルームバーグ市長の会社であるブルームバーグは1350万ドルを寄付した。 滝が地域経済に5500万ドルまで生み出すと見積もられ、ローアーマンハッタン開発公社は200万ドルを提供した。運営中にブルックリンプロムナードに沿った木や干木は強風によって公園に入り込んだ海水により被害を受けた。これはもともと週に101時間運営していた時間を50時間までカットすることなどで解決した。ブルックリン橋では リバーカフェのオーナーが滝の風による顧客の減少と植物の交換を主張した。この損害は注目を浴び、ブルックリンハイツ協会が元の日付ではなくレイバーデー後に滝を止めてくれる用意委員会に依頼するほどだった。しかしながらこれに対する反応はなかった。ありがとうございます。